皆さんこんにちは。お元気ですか？このビデオではこの10の書き方と読み方を練習します。じゃあ始めましょう。ナンバー1からナンバー570までの漢字については以前のビデオを見てください。下にリンクが貼ってあります。では始めましょう。まずこの4つの漢字を練習します。571番の漢字は食堂の堂の漢字、572番の漢字は非常口の常の漢字、訓読みは常です。常はいつもという意味です。573番の漢字は賞の漢字、プライスという意味です。ノーベル賞の賞です。574番の漢字は営業の営、営業はビジネスという意味です。営業部、ビジネスディパートメントまたはセールスディパートメント、訓読みは営むと営みです。営むはバーブ、動詞です。これはビジネスをマネージします、またはビジネスをランします。それから営みは名詞、ナウンです。これはマネジメントという意味です。では571番から574番までの漢字の書き方を練習しましょう。571番は食堂の堂の漢字です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。572番の漢字は非常口の上の漢字、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。ここはちゃんと跳ねてください。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。573番の漢字はノーベル賞の賞の漢字、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。571番から573番までのラディカル、上に乗せるラディカルは同じです。これは1、2、3、4、5、この上に乗せるラディカル、ラディカルは漢字のパートという意味です。これを上に乗せるラディカルを冠と言います。571番から573番までのラディカルは同じ冠です。573番を続けましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。574番の漢字は営業の A の漢字、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。571番から573番までのラディカルと574番のラディカルは似ていますが違います。
574番の漢字のラディカルは1234555、571番から573番のラディカルは12345ですから、これは気をつけてください。営業の A のラディカルは学校や学生のラディカルと同じです。1234567891011121234567891011。571番は銅の漢字です。練習をしましょう。練習、下線の言葉はひらがなでどう書きますか？1番、林さんは食堂にいます。2番、国会議事堂は英語でパーラメントビルディングです。1番は食堂、2番は国会議事堂。もう一度一緒に読みましょう。皆さんも大きい声で読んでください。林さんは食堂にいます。2番、国会議事堂は英語でパーラメントビルディングです。572番の漢字は上の漢字です。訓読みは常です。1番、常にはいつもどんな時にもという意味です。例、彼は常にサングラスをかけている。彼はいつも常にサングラスをかけている。2番、日常生活は毎日の生活という意味です。日常、デイリー、毎日いつもの生活、デイリーライフ、日常生活は毎日の生活という意味です。3番、常識はカマンセンスやカマンナレッジという意味です。常識の識は知識、ナレッジの意味です。では一緒にもう一度読みましょう。常にはいつもどんな時にもという意味です。例、彼は常にサングラスをかけている。2番、日常生活は毎日の生活という意味です。3番、常識はカマンセンスやカマンナレッジという意味です。573番の漢字は小の漢字です。1番、マサーテレサは1979年にノーベル平和賞を受賞しました。平和、ピース、賞、プライス、ノーベル、ピース、プライス、受賞、受賞の受は受けますという意味です。 receive、 賞をもらいましたという意味です。マザーテレサは1979年にノーベル平和賞を受賞しました。この人がマザーテレサです。2番、ノーベル賞の賞金は約1億円です。賞金、賞金はノーベル賞をもらった時に一緒に賞として、プライスとしてもらうお金は約 about 1億円です。ではもう一度一緒に読みましょう。マザー・テレサは1979年にノーベル平和賞を受賞しました。2番、ノーベル賞の賞金は約1億円です。574番は営業部の A です。訓読みは営む。これはバーブ、動詞です。ビジネスをやります。マネージします。run という意味です。営みは noun、名詞です。
これもマネジメントとかビジネスをやっていることという意味です。1番、彼はトヨタの営業部で働いている。営業部、セールスディパートメント or ビジネスディパートメント。2番、父は駅前で小さな八百屋を営んでいる。八百屋は野菜を売っているお店のことです。営んでいる、やっています。 run、 お店をやっています。ビジネスをやっています。3番、私は社員が10人だけ only 10 10人だけの IT 会社を経営しています。経営しますと営むは大体同じ意味です。でもお店は営んでいますと言います。会社は経営していますと言います。 run or manage。 ではもう一度一緒に読みましょう。彼はトヨタの営業部で働いている。2番、父は駅前で小さな八百屋を営んでいる。3番、私は社員が10人だけの IT 会社を経営しています。看板の時は点々がつきます。会社ではなくて会社、 IT 会社。575番の漢字は状の漢字です。招待状、インビテーションカード、状態、コンディションズ。576番の漢字は症の漢字です。病気の症状、シンプトムス。577番の漢字は体の漢字です。状態、コンディション。状態の体です。態度、アティチュード、マナー。575番から577番までの漢字の書き方を練習しましょう。575番は招待状の状の漢字です。1、2、3、4、5、6、7。この右の漢字は犬の漢字です。1、2、3、4、5、6、7。1、2、3、4、5、6、7。576番の漢字は病気の症状の症の漢字です。1、2、3、4、5。これは病気や痛いと同じラディカルです。1、2、3、4、5。これを病い、誰と言います。病は昔の言葉で病気という意味です。ですから病気の漢字は1、病い誰を書いて、痛いの漢字は病い誰を書いて、症状の症の漢字は病い誰を書いて、中に正しいの漢字、お正月の正。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。病気の症状の症、病気の病の漢字、痛いの漢字ですから、この病だれは病気や痛みなどに関係のある漢字に使われます。577番の漢字は態度、アティチュード、マナーの態の漢字、状態の態、状態はコンディションという意味です。これはまずカタカナの無を書いて、月を書いて、カタカナの日を2つ書いて、心を書きます。この漢字は能力の脳の漢字、日本語能力試験の脳。1、2、3、4、5、6、7、8、9、
10、11、12、13、14、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。では575番から577番までの漢字の読み方を練習しましょう。1番、病気の症状。体の状態。国の状況。2番、友達から結婚式の招待状が届いた。招待状、招待します。invite, invitation. So, invitation card or invitation letter.では、一緒に大きい声で読みましょう。1番、病気の症状。体の状態。国の状況。2番、友達から結婚式の招待状が届いた。576番の漢字は、症の漢字です。一緒に読みましょう。1番、風邪の症状には咳が出る。熱が出る。喉が痛くなる。などがあります。2番、父も母もコロナにかかった。コロナウイルス。父は、これは軽いの漢字ですね。音読みは軽症だったが、症状が軽かったです。母は重症だった。これは重いの漢字。そう、症状が重い、ヘビー、シリアスだった、シビアだったという意味です。もう一度一緒に読みましょう。風邪の症状には咳が出る、熱が出る、喉が痛くなるなどがあります。2番、父も母もコロナにかかった。父は軽症だったが、母は重症だった。577番の漢字の読み方を練習しましょう。1番、彼の失礼な態度には腹が立つ。失礼、rude、態度、attitude、manner、腹が立つ。腹が立つは怒りますという意味です。私は I was angry. I got angry. Or I felt angry. 彼の失礼な態度には腹が立つ。2番、父の健康状態は少しずつ良くなっている。父の健康状態は少しずつ、little by little, 良くなっている。もう一度一緒に読みましょう。彼の失礼な態度には腹が立つ。彼の失礼な態度には私は腹が立つ。これはイディオマティックなエクスプレッションです。覚えてください。腹が立ちます。Get angry or be angry. 2番、父の健康状態は少しずつ良くなっている。578番の漢字は火の漢字です。この漢字はネガティブな漢字を作ります。579番は悲しいの漢字です。音読みは非です。悲しいはイアジェクティブ。悲しむはバーブ、動詞です。580番の漢字は先輩や後輩の漢字です。まず非を覚えてください。非。それから、悲しいは火の下に心。先輩のパイや後輩の灰は
火の漢字の下に車を書きます。578番の漢字は火の漢字です。1、2、3、4、5、6、7、8。もう一度1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。579番の漢字は悲しいの漢字。これは上に火を書いて下に心を書きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。580番の漢字は先輩のパイの漢字、後輩のハイの漢字。これは上に火を書いて下に車を書きます。1、2、3、4、5、6、7。もう一度1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。では578番から580番までの漢字の読み方を練習しましょう。一緒に読んでください。1番、非常にはとてもという意味ですが、少しフォーマルな言い方です。この漢字は非常に難しいは、この漢字はとても難しいという意味です。国の状況、シチュエーションは非常に厳しい、シビアです。2番、お時間がありましたらぜひうちに、私のうちに遊びにいらっしゃってください。3番、火事が起きた場合は非常口から逃げてください。非常口の上はいつもという意味です。ノーマル、レギュラー、オールウェイズ。火はいつもじゃありません。ネガティブの意味です。ですからエマージェンシー、エクジットから逃げてください。もう一度一緒に読みましょう。1番、非常にはとてもという意味ですが、少しフォーマルな言い方です。2番、お時間がありましたらぜひうちに遊びにいらっしゃってください。3番、火事が起きた場合は非常口から逃げてください。579番の漢字は悲しいの漢字です。音読みは火です。1番、悲しいの漢字は火の下に心と書きます。2番、そんなに悲しそうな顔をしないでください。3番、戦争は世界中で多くの悲劇を生む。では一緒に大きい声で読みましょう。1番、悲しいの漢字は火の下に心と書きます。2番、そんなに悲しそうな顔をしないでください。3番、戦争は世界中で多くの悲劇を生む。
580番の漢字の読み方を練習しましょう。この漢字は N2 や N1 の漢字です。でもよく見る漢字ですので、一緒に覚えてしまいましょう。火を書いてその下に車を書きます。1番、あのお店は営業部、ビジネスディパートメント、セールスディパートメント、営業部の先輩に教えてもらいました。2番、家内は大学のテニスサークルの後輩でした。サークルはクラブという意味です。テニスクラブ、テニスサークル。では一緒にもう一度読みましょう。あのお店は営業部の先輩に教えてもらいました。2番、家内は大学のテニスサークルの後輩でした。今日のレッスンは以上です。お疲れ様でした。